ということで、始まりました MTF 熟女51歳の村田理香です。前回のあの YouTube の、予告というか予定通りですね、三脚をあのついに遅ればせながら、かなり遅れてますね。自撮りを始め、お部屋で始めて、もっからこれ9年も経つのに、やっと三脚買ったのっていう。はい、あの、そんな状況で、ハンズフリーです。楽ですね。楽ちんですね。若干ですね、照明との兼ね合いになるんですかね。なんか、ここら辺がこう、蛍光灯の色が当たって青っぽい感じで。で、こっちが、白熱灯の色が当たってて、黄色っぽい感じで。まあ、レフ板とか多分使えば、もっと綺麗に撮れるんでしょうけどね。潜在撮影みたいに。なので、瞳の中のこう輝き具合とかを見ていただくと、白色照明がポツンと一個テンってついてると思うんですけど、これがね、そういう照明の環境だと、この瞳の中にこう丸くリングができたりとか、キラ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 となったりとか、あると思うんですけど、そして今気づきました。ちょうどこのぐらいのところに近寄ると、まるで裸のような、ちょっと見えますね。ちょっと見えちゃいますね。まるで裸のように一瞬こう見えちゃったりする、はい、動画ですけれども、ちゃんとキャミは着てますので、はい。で、ちょっと立ち上がってみましょう。まだ下着姿なんですよ。あ、そうですね。ということで、お約束です。ムービーの冒頭は、リカのファッションチェックっていう、トークからなんですけど、まだですね、こういう感じです。まだこれからです。これからお支度です。基本的に割とやっぱり白が多いですね。まあ憧れですよね。まあ、何が憧れかっていうと、これはもう多分男のここですね。思考がやっぱり男性思考ですから、まあ、MTF なので、ちょっとでも少しでも女性に近づきたい、女性らしく生きていきたい、まあ、そこに歩むスタンスが MTF なので、というふうに私は思ってますので、心がその女だとかそういうことでもないですね。女性はあんまり真っ白の下着って好まないのかどうかわからないんですけど、カラフルだったり柄物だったりが好きみたいなんですけど、男性志向はやっぱり女性に求めるのは清純さ。相変わらず噛んでます。相変わらず噛んじゃう人です。清純さとか、何でしょうかね。まあそういう、要は綺麗な、色がついてない、純白さというか、そういう清楚さというか、やっぱりそういったものをやっぱり理想としますので、まあ私も当然同じものをやっぱり描きますから、白になりますね。
よく勝負下着とかって言葉があったりするんですけども、むしろ勝負下着こそ純白と思うぐらいです。多分この動画を見てる方で女性の方がいらっしゃったら、って異論はあると思います。なんかヒョウ柄とかあるじゃないですか。なんかね、真っ赤とか紫とかブラックとか、まあ、それも確かにそうなんですけど、でも実は一番男性が女性に求めるそのイメージっていうのは汚れなき色なので白なんですね。今日はですね、そうですね、最近もう数年も前から YouTube でお話ししてますけれども、性同一障害者、GID って言われる方ですよね、心がずっと女だったっていうことを訴えるムービー非常に多いかなと思うんですけども、それをまるでね、免罪符のように盾にしてるような風潮がどうもだからなにっていう話なので、むしろ生き様として生活 その習慣性としてスタンスとして社会的な部分で その立ち位置というか、そういったところがやっぱり女性であることが大事だということをずっとお伝えしてますよね。それがある意味私自身が目指す道でもありますから、いい意味で同じ MTF の皆さんにも、手本的にいいところであったらいいなというふうに思ってお伝えしてますけれども、過去にもお伝えしてますけどね、自分が男性であるというふうに自認があるんですよ。思考とかの心とか、だからそれが嫌いなんです私は。認めてますよ、でも嫌いなんです。殺してあげたいぐらい嫌いなんです。殺してしまえと。そしたら私がずっと、解明する前ですから41ですよね、41年間その男性としての名前を背負って生きてきたこと、まずその名前を捨てるしかなかったんです。ずっとその名前を背負ったまんま嫌いだ嫌いだって言っても認めなきゃいけないままじゃないですか。苦痛なんですよ。殺してしまうためには世の中から抹殺させるためには、するためにはまずその前世の名前ですけど言いませんよ、絶対言いませんけどね、村田ニニニニニニ君を言う、その名前を消去するしかないですね。それ背負ったまんまいくら外見上立ち振る舞い何からかにからを女性として振る舞ったとしても、その前世の名前の人がやってることなので逃れられないですね。私GID の診断書とか持ってないんですよ。だって認めてないですから、心が女だなんて。でも女性名解明は一発で審査通るんですね。それまできちっと、わずかばかりの期間ですけれども女性としてずっと修行を探求してきてました。男性面として逃げるような生活はしなかったので、たとえひもじい思いをしてもそれはその名前で生活したくなかったからです。生きたくなかったからです。それが認められて
多分 GID の診断書がないと、まあ、あるいは強制的ですけどね、肉体改造を先に施しちゃったりとかしないと女性名の解明は多分できないはずなんですよ。でも多分日本広しといえどもきっと私だけかもしれないですね。まあそこでずっと歩み続けてはいますけれども、なので一番最初に下着をつけることは GID じゃないのでものすごく抵抗がありました。かえって抵抗があったんですね。つけたこともないもので、つけてみたいとも思ったものじゃなかったので。ただスタートはとどのつまり女装から始まる形になってしまってますから、女装ということはね、女を装うわけだって、生活上も当然必要になってきますよね。やっぱりここが GID の人と脳みそが違うところでしょうね。もうすごく恥ずかしかったんですよ、つけるとき。で、つけちゃったらつけちゃったで、すごいドキドキしてるんですよね。まあ、男性的な表現で言うと、すごいハンハンしちゃうんですよね。もう心臓がバクバク興奮しちゃって、まあ、余談ですけれども、余談というか、まあ、当選といえば当選ですけれども、並行してやっぱりその後のお一人タイム、なんかもぐもぐタイム的な言い回しですけど、やっぱお一人タイムは激しかったんですね。もうそこからだんだんやっぱり寄ってきますよね。私自身理想の女性へのハードルって高いんですよ。これもまた生意気な話なんですけども、前世の、まあ、メンズだった時にですね、かなり高いハードル の相手しか、対応しなかった。手抜いてるって言い方おかしいですけれども、男性を思う気持ちを、態度や姿勢や振る舞いですけども、で示せない女性は女性にあらずぐらいな、かなり厳しい、相当泣かしてきましたけども、まあ割と背ちっちゃいんですけどね、159あるぐらいかどうかなんですけど、私ちびちびなんですけどね、それでもモテてたんですね。まあ前世の写真はフォトゾーあたりのところをちょっと見ていただければ、なんかまるで昭和のジゴロみたいな感じですけど、ちょっとジャニ系なので、まあ私自身がじゃあ求める女性に対して求めるハードル高くするなら自分でやれと、自分でやってしまえば女性を傷つけることもないですし、髪もだから長く伸ばしましたね、はい、メイクも多分自分が好きな女性に寄せたメイクになってると思います。まあ限界はありますよね、何にもいじってませんから、はい、何もです。注射の1本も入れてません。なんかここにチクって貼るヒアルロン酸とかよくあるじゃないですか、最近。そういうのも一切やってないです。理由はお金がないからです。はい、お金があったら多分、バンバン使うんでしょうね、きっとね。きっとジャンキーになるんでしょうね。美容ジャンキー。まあ、たまたまお金がなくてやらないだけ。で、こうな、今に至ってるのかもしれませんけど。まあさすがに女性ホルモン注射はね、もう抗がんがないので、打たないと更年期障害症状が多発して生活ができないので、月1回だけ、本当に1回だけは注射打ちますけれども、まあ、生きるため程度です。まあ寄せては来てるのはもう本当に立ち振る舞いですね。で、やっぱりそういう時に下着とかをつけ始める習慣から。今でこそ
まあ、当時ほどではないですけれども、やっぱり全裸で、例えば一人お一人タイムを例えば始めようとするぐらいだったら、こうやってランジェリーを身にまとってする方がとっても激しくなります。全部脱がされちゃうと、さすがにやっぱり何も整形してないんで、包茎もしてませんからね。それに若い頃からずっと男性成長を止めて、今に至るっていうような、まあ、年齢的に若い乳がんさんとか、男の子さんとはちょっと生き様が違うので、がっちりメンズとして人生を送った後からのことなので、今の私は見ちゃうと、やっぱり骨格的にも筋肉のつき方的にも、まあ、丸出しに近いですよね。なんでこう、やっぱり着てる方が、装ってる時の方がドキドキが激しいです。女性の格好をしてホッとするっていう、多分心境はきっと GID さんなんでしょうね。だってもともとそうだっていう自認があって、やっと慣れたってことなんです。片や女装上がり、まあ私ですけど、言ってみれば性器上がりといっても、そんなに大きな違いはないですね。女性にチェンジすることで、ものすごく多幸感を得られる、総合的にですね。まあそこからも、さらにメンズである自分が嫌い、殺してあげたいっていう気持ちと、この2つの条件が重なると、きっと今の私のこの生き様になってるんでしょうね。なので当時ほどではないですけれども、やっぱりミニスカートを履くと、やっぱりそこはドキドキはしますよね。いい意味で。全然手に物がつかなくなるようなドキドキだと、お仕事とかにも支障をきたしますから、それはないんですけれども、だから美しく、女性らしくありたい、そして生活していきたい、それを突き詰めるのが、多分女性名を改名許可してもらって、社会的にもそういう生き様を認めてもらって、で今に至る村田梨花なんでしょうね。もう本当に MTF っていう中では、ある意味変わり者かもしれません、私は。別の言い方をすれば変わり者かもしれませんけれども、できますよ。私は現に続けてますので、できます。戸籍はまだメンズのまんまですけれども、きっといつまでも男性から性の対象として見てもらいたい、扱われたい、たとえそれが最近ちょっとセクハラ問題とか、ね、取り立たされてますから、ちょっと誤解のある表現になるかもしれませんけど、たとえその場限りの慰み者になろうとも、男性の鬱憤晴らしの道具になることがあろうとも、それでも男性がそれを求める対象は女性なんです。私はそういう立場でも時としていいと思ってます。ありだと思ってます。多分どっかしら女性のアイデンティティっていうんですか、男性から、欲求される立場というのは、そういうところの一面もあるんじゃないかなと思うので、まあ、いつまでもそういうふうなスタンスが、保てる私であれと。多分その気持ちが、まあ、お化粧はしてますけどね。お化粧しかしてませんので。無美容で無整形の51歳ですけど、今こういうふうな姿形としてあるんでしょうね。はい。ということで、超ロングな動画になりました。なんで
こんなにロングになるかというと、やっぱりハンズフリーだと楽ですね。はい、いつもはこういうふうにやってるんで、こういうふうにやってますから、こういうこうですか、だからもうここがもうパンパンになっちゃって、そこがもうあの撮影時間の限界なんですけど、もう今今日限界がないんで、多分いくらでも喋れちゃったりすると思います。はい、ということで、今日は試し撮りに近いのかな、あの三脚試し撮り。実はあのリモコンがですね、あのこういうリモコンがついてるやつ買ったんですよ。あのズームとかできるんですけど、ブルートゥースとかっていうんですか、あの本当私結構実は音痴で、あの設定がよく分からなくて機能しないんです。写真もさっき撮ったんですけど、これでこうやってカシャって撮れるはずなんですけど、撮れなかったです。もう少しお勉強して、あのきちっとできるようにあのしたいと思います。ということで、予告通り、なんていうんですか、自撮り棒的な三脚的なやつを置いてハンズフリーであのお届けしました。今後もあのハンズフリーで多分お届けします。ちなみにですね、あのこの三脚と同時に、アダルトショップのグッズの購入ということもちょっと前回お話してると思うんですけど、あのちょっと叶いませんでした。はい、あの言うほどですね、お給料入ったんですけど、あの言うほどお金が残らない実用ということが把握できまして、まああの先月ほど厳しく今ないんですけども、お昼もちょこちょこ食べれる状況になってるんですけど、それでも結構厳しい状況なんで買ってません。なので今月25日の、5月25日の給料で、チャレンジしたいと思います。そこだけこうやってモザイクかければいいんですかね。はい、ということで、今日のおしゃべりは、ここまで。MTF は、下着をつけるとドキドキする人です。GID は多分しないでしょうね。でもあのそれでずっとあの社会が分かり通っております。はい、何か挑戦的、挑発的な締めになってますかね。そういうつもりは毛頭ないんですよ。はい、いつまでも可愛がっていただけるようでいたいなっていう、その宣言です。はい、エンディングトークです。はい、今カメラ目線ですね。 MTF 塾女、51歳の諦めないね的な村田理香でした。ではでは。